吉田さん、いろんなカップラーメンがあるもんですね。490円ですか。高いなーって気もするんですけども、ラーメン食べに行ったら、まあ大体700、800円、1000円しますからね。そう考えたら、美味しいラーメンが490円、いいんじゃないですかね。買い込みそうですね、私だったら。今日私が紹介するのは、このスペースアポロっていうパンです。これ私が幼い頃ね、食べた覚えがあるんですよ。それがなぜかね、復刻版ということで、最近ね、よく店頭に並ぶんですよね。今回は98円で出てたんで、10個ぐらいまとめて買ってしまいました。で、冷凍しといて、たまにこうやって出して食べようかと思うんですけどね。ここに書いてあるんですよ、600。600万個。復刻版で600万個売れてしまったですよね。不思議ですよね。昔人気だった商品が廃盤になって、復刻版にしたらまたよく売れたっていうね。30年ぐらい前のパンだと思いますけども。ね、スペースアポロっていうからには、アポロ計画が盛り上がっていた頃、人類が月に行った頃の、まあ、記念したパンなんでしょうね、きっとね。いただきます。復刻版。ちなみに車の話なんですけど、プレリュードとか MR2 とかスープラってあるじゃないですか。まあマーク2もそうなんですけど、だからね、80年代とか90年代の、まあ、車がよく売れた頃の車が今ね、人気で高値をつけてるんですよ。あの頃の車って二束三文になってたような気がするんですけど、今高いんですよね。2、300万するんですよ。当時の新車の価格と変わらねえやんみたいな。保存状態はみんないいらしいんですけどね。何なんですかね。昔のものを欲しがったり、最近のものをね、欲しがらなかったり。ちなみに、あれ、セルシオは10万、20万で叩き売られてますね。どうなってるんですかね。まあ、私が思うにね、懐かしさっていう、その何物にも代え難い商品っていうのがあるんじゃないかなと思うんですよ。ちなみに私は、最近ドカベンの DVD を買いました。懐かしいんで。暇だとね、人生振り返りますね。暇だと先のことを考えるってこともできますけど、なんかね、振り返りますね。そういう意味で言うと、忙しい人って今を生きてるのかもしれないですね。どうなんですかね。いってらっしゃい。